マクロいやマイクロレンズ来ましたね合わせてねパンケーキレンズの開発発表もあったということで、まあ、今回はねそのお話をしていきたいと思いますどうもタキラです、えー、今回の動画はですね、まあ、冒頭にもねお話しした通り6月2日に、ね、発表されましたマイクロレンズのお話とですね開発発表のあった 28mm40mm、mm、の パンケーキレンズこの辺りのねお話をしていきたいと思いますで今日はですね Z7II に14-24の F2.8 のレンズこちらをねつけてプロレズローで撮っていますはいまあ、これはねあえてやっていますのであの試しながらはいあの撮影していきたいなというふうに思っていますはいでですね今だいたいね 15mm で、プロレズロー、4K のね、プロレズローにすると、まあ、1.5倍に、まあ、なりますので、まあ、約ね、24ミリぐらい、まあ、いつものね、画角に合わせて、ま、撮影を行っているよという形になります。で、F2.8 になりますので、若干ね、やっぱりボケ感はあまり得られてないかと思いますけど、まあ、そのあたりのね、違いがあるかと思います。で、えー、っと、前々回ですかね、ちょっとその、オートフォーカスが、 まあちょっとこう乱れるよっていう話をねまあさせてもらいましたけどで今あのそこからね改善なんとかねできないかなっていうところで結局瞳顔 AF をね外したら結構ね安定して撮れますのでそうするとあの手前のものにねフォーカスが全部行く形になるかと思いますのではいこういう形であの撮影を行っていますまあなのでねそこまで 前よりかは乱れないと思いますので一つ前のね動画は、まあ、この形で撮っています、まあ、なのでほぼほぼそのフォーカス乱れてたっていうのは、まあ、なかったかと思いますまあ合わせてですね、まあ、この場を借りてあの改善のお話をさせていただきましたということで、えー、もうプロレスローでね撮っているんでちょっと他のものは追加で入れないんですけどあの今回もねその新製品のお話をスマホ片手に失礼いたします はい、でねまあいろいろと、あのー、ツイッターを見ていると、あのーまあ、やっぱりね賛否ありますよねはいで、まあ、順番にね、えー、見ていきたいと思いますけどまずどうしようかな、えー、105のマイクロからいきましょうかでまずですねニッコール ZMC105mmF2.8VRS ということでまああのー、もう 105mm のねマイクロレンズになります はい。で、発売日がね、6月25日ということで、まあ、今月中に発売されるよということですね。で、キャノンさんがね、確か7月のはずなので、まあ、それよりも早く、開発発表、えー、っとー、製品のね、発表はキャノンさんの方が早かったですけど、発売日としては、まニコンの方が早いよという形になるかと思います。はい。で、まあ皆さんね、気にされていたお値段の部分ですけど、 この、ね、液晶の窓があるということであの結構高いんじゃないかっていうのを、ね、あの事前に言っていたんですけど、まあ蓋を開けてみたら、まあ、約、ね、15万円ぐらいの、まあ、レンズという形になっていますまあそのもうこれはね高いなって思う人や、まあ、安いなって思う人、まあ、それぞれねいるかと思いますけど、まあ、私の感覚でも、まあ、今回はこの105に関してはね、まあ、安い価格設定だなというふうに思いました はい。で、まぁ、あ、ちょっとね、細かい話は、あのー、ちょっとね、次回したいなと、ちょっと思ってまして、まぁ、あ、それっていうのはですね、もうここで発表させていただきますけど、この動画が3日にアップしていると思うので、まぁ、あ、明日になるかな、あの、ちゃんと回答得られてないんであれなんですけど、あの、事前に、このね、105のマイクロをお借りすることになりました。まぁ、あ、なので、ちょっとその、 タイミング次第なんですけど、えー、届いたタイミングで、えー、ライブ配信をしたいなというふうに思っていますもう本当に皆さんと一緒にねこう開封していきながら、まあ、中身をチェックしてはいどういったレンズなのかで実際に105のねマイクロレンズを使って、えー、試し撮りをねまあ、この場にあるものをちょっとね映していきたいなというふうに思っていますまあ、なのであのー、この場ではねそこまであのー 細かくはね、お話しせずに、まあ、いきたいと思っています。まあ、なので、ちょっとね、そのライブ配信だとか、え、いろいろとそのマイクロレンズを使った作例だとかも、もう今計画をしていますので、まあ、そのあたりね、楽しみにしていてください。続いて、えー、50mm のね、マイクロレンズですね。はい。で、こちらはね、あの、かなりコンパクトな形になってまして、まあ、私もね、どっちかというと、こっちの方が、 まあ扱いやすいかなというふうに思っています。で、ただ、あのー、どうもね、見ているとかなりそのフォーカスがね、伸びて動くようなことを、まあ、言っている方がいたので、まあそこがね、ちょっと動画向けなのかどうかっていうのが気になるところですね。比較して申し訳ないんですけど、キャノンさんのね、えー、35mm のマクロレンズかな、あの、標準の、えっ、ー、と、RP についている標準のマイクロ、マイクロじゃないな、あれ、マクロレンズになるんだな。<laughs> マクロレンズっていうのが結構ガー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 ね動くんですよねそれかなりね私気になっていたのでまあそこは同じようなちょっとこう動きをするのであればちょっと厳しいかなというところですねでこの 50mm マクロについてもまああの別のタイミングでね、えー、お借りする形になるかと思いますのでまあそちらもねあの楽しみにしていってくださいというところですねまああと、まあ、この価格設定の部分ですね あのもう本当にツイッターの中でいろいろと言ってるところで言うとちょっと高いんじゃないかとね言われてますねで S ラインでもないレンズがまあちょっとこれは高いんじゃないのっていうお話はありますけどまあ私はもうそれ以上のことはね何も言わないでおきますはい、うん、まあ高いと思えば高いと思いますはい実際に他のねレンズとかと比べてみると まあ高い設定かなっていうのも思いますしで、F レンズのこれまでのね、流れで考えたとしても、ちょっと高いかなというところですよね。で、その、マルチフォーカスシステムでもない部分になるので、まあ、そういうところをまあ含めると、ちょっとね、高い設定なんじゃないかなっていうふうには、まあ、皆さんね、そう感じているみたいですね。で、あと、えー、開発発表の方ですね。えー、28mm と、えー、40mm の。 まあ、パンケーキ、パンケーキマフィンレンズぐらいですかね。はい。になるかと思うんですけど、まあ、本当はね、まあ私はこっちをね、あの、楽しみにしていた部分ではあるんですけど、やっぱりね、あの動画用途で考えると、コンパクトなレンズっていうのは、まあ、やっぱりね、機動性高くて扱いやすくなってきますので、まあそういったところを含めると、私はね、こっちを気になってました。 でまあ、内容的にいくとまあ28、mm、2 8ミリが F2.8 というところと4 0ミ、mm、リが F2 という部分なのでまあ本当はね28がいいかなって思ってたんですけどこのね F 値を考えると4 0ミ、mm、リがいいかなとは思い始めていますはいまあなのでちょっとねこれがどっか どのタイミングでね、出てくるかわからないんですけど、一応ね、年内っていうことも書かれているんで、ちょっとね、なかなか先の話なのかなというところですかね。まあ、あとは、えー、おそらくその、APS-C の、まあ、DX フォーマットの、えー、ミラーレス。まあ、こちらがね、出てくるタイミングに合わせるのかなっていうのもちょっとありますけど、まあ、おそらくそう遠くない未来に、 えー、そういったね、カメラも出てくるんじゃないかなというふうに私は思っています。まあ、ということでね、今回ね、発表のあったレンズっていうのが、まあ、そのね、4点になるよということですね。まあ、あとはね、あのー、ゴルフのスコープだとか、はい、この辺はね、あんまり私もよく分かってないんですけど、まあ、あの会社員時代はね、ゴルフはやっていたんですけど、こういったツールっていうのはね、使ったことないので、まあ、これはこれで、 あのー、ゴルフやってる方にとってはすごくね魅力的な、まあ、新しいツールになるんじゃないかなというところで、まあ、これもね前からあったものが発売されるということになるかと思いますざっと今回はそんなところかな,なんかファームウェアがどうのこうのっていうねお話もありましたけどまだね、えー、発売日が来てないので、まあ、発売日付近にこのレンズにね対応したファームウェアが まあ発表されるんじゃないかなというふうに思っています。発表されてないですよね。ちょっとそこまで、あの、私も他ごとやっていたので確認をしてないんですけど、そうですよね。ファームウェアの話はまだ出てないですよね。ということで、まあ皆さんね、あの、どう思われましたか今回の発表。で、まあ、いろいろとね、あの、言う方は言うので、あの、もうこれはね、ほっといたらいいとは思うんですけど、で、まあ結局ね、 あのもう求めることは、まあ、それぞれね皆さんカメラをどう使うかによって変わってくると思いますしでまあ私みたいなこう動画用途で使いたいという方はまたね目的が違ったりもしますしで特に私のねチャンネルを見ている、まあ、ユーザーの方々っていうのはあのー、やっぱりねこのマイクロレンズすごくね楽しみにしていたっていうところもあってまあほとんどこう 私の目にした方で言うともう買います買いますみたいなね、えー、状態になってますので結構またねこれ早い段階で欠品するんじゃないかなというふうには思っていますまあ、一時的にねあの欠品は避けられないのかなというふうに思いますまあやっぱりその レンズのね工場もタイに集約したっていうところもあってやっぱりねこう日本にこう運ぶまあ、船便でね運んでくるかとは思うんですけどまあそうなるとやっぱり一定期間ねこう一気に在庫が履けてしまったら次来るっていうタイミングがなかなかこう早くね ででできなないいいいいかかととと思思まますすのの、まあ、そううっったところでの影響はあるにて特にねあのカメラ業界今欠品が多いので、まあ、キャノンさんもソニーさんもいろいろとこう部品のね調達部分があるんじゃないかなというところでまあその辺りはあのもうこういった今ねご時世なのでしょうがないかなというのは思うんですけど、まあ、そういったところはまあもう本当に企業努力で動かしてもらいたいなというところですよね。 まあやっぱりね、この欲しいタイミングで物がないってなると、やっぱりこう、違うところにね、目がいってしまったりとか、違うものにお金を使ってしまったりとかっていうのがね、あるんで、それはね、やっぱり売上損失につながりますので、そこはね、あの、企業としては、まあ、頑張ってほしいなというところですかね。まあ、あのー、やっぱりね、望遠レンズを楽しみにされていた方だとかもいますし、まあ、私はね、 まあ正直なところで言うとそのパンケーキレンズの部分プラスまあ小型の DX フォーマットのカメラっていうものが理想とねまあしていたんですけどまあでもあの今回えニコンさんの方からねお話もいただいてましてまあそのマイクロレンズまあお借りすることになってますのでまあねあのこれもね甘い罠と言いますか <laughs> 前回ね Z7 II をお借りして買ってしまっている私なので、あのこのね、マイクロの世界をこれ知ってしまうとやばいんじゃないかなっていうのはね、まああります、正直。はい。まあ、あの、本当にね、マイクロレンズ、もうまあマクロレンズでもどちらでもいいんですけど、はい。これっていうのは正直ね、私使ったことないんですよ。で、動画でね、 使うことって、まあ、ほぼほぼないのでそういったそのマイクロの世界っていうのは、まあ、今までこう、まあ、要望もなかったですし商品撮影の中でもそこまでは、ね、なかったんですけどただやっぱりねそのマイクロの世界を動画で表現するっていうのはかなりね面白そうですよね。 うんまあ、勉強がてら考えてもいいかなっていうのもありますしあとはやっぱりそのパンケーキレンズの、ね、発売のタイミングっていうところも含めて、まあ、悩ましいところですねあのー、まあ私にとってはですね、まあ、ニコンさんからねこう声かけいただいてお借りすることができる立場になったのでそこはね本当にじっくり あの見てあの皆さんにそのレンズのね紹介をしていきながら私自身もまあ確認して、まあ、実際どうするのかっていうところがまあできるのでまあ恵まれた環境にいるのかなっていうのは本当にあにつくづく思ってはいるんですけど、まあ、そういったところも含めてまあ皆さんにねお伝えしていくまあ立場でもあるのかなというふうに思っていますでまあいろいろと今あのお声かけをさせていただいて 作例を取っってていいこうと思っていますで、ニコンさんはねなかなかこうプロモーションしてくれないのかやりたくないのかちょっと分からないですけどやっぱりねあのソニーさんみたいなああいったこう派手なねマーケティングっていうのはあまりしてないので、まあ、ちょっとねあの作例で、まあ、YouTube にね上がってましたけどまあどちらかというとやっぱりね写真家さんメインでの、あのー、マーケティングの方が、まあ、多いというところでまあ我々ね えー、クリエイターとしては、まあ、そこをね、まあ、なんとしてでも、このね、ニコンをね、盛り上げていきたいなというふうに思っています。まあ、なので、もうメーカーがやらないのであれば、私がやろうというところで、ま、いろいろとこう、作例を、ま、撮って、まあ、一つのその MC、MC105 のね、PV 的な感じで撮影ができたらなというふうに思っています。まあ、なので、ちょっと発売日までには、ま、いろいろとこう、作例を撮って、一つの動画に仕上げて、 プロモーションとしての動画が出せたらなと思っていますので、まあ、そこもね、楽しみにしていてください。まあ、間でね、その経過的な動画を流すかもしれないんですけど、まあ、最終的なまとめた動画を、えー、作りたいなというふうに思っています。まあ、ざっと今日はね、そんなところですかね。まあ、なので、どちらにしても、マイクロ105はね、MC105 が届いたら、えー、まあ、もう本当に皆さんと一緒に開封をして、 えー、ものをね、チェックしたいと思っていますので、まあ、ぜひですね、楽しみにしていてください。ちょっとこう、予定がちゃんとね、明確に分かってないので、まあ、分かり次第、Twitter、えー、の方で、えー、ご連絡しますので、まあ、ぜひ見てください。えっ、ー、と、今、Ninja5 のバッテリーが <laughs> 少ないよって言ってきたな。はい、ということでねあの、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。 さようなら。